アロハー YouTube! Gクラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、今日はですね、2022年1月最終週の週末ということで、今日は G クラス最新相場情報の方ですね、やっていきたいと思います。はい、まあ、1月も最終週ということで、今週の、G クラスこんな動きしてましたというところをですね、お伝えしていこうと思います。はい、今週はとんでもない金額がつきました。はい、それでは行ってみましょう。今週のGクラス最新相場情報ですね、やっていきます。はい、りょじっチャンネルのこの、最新相場情報のコーナーではですね、今この G クラスがだいたいいくらぐらいで購入できるのかという、販売価格の方をですね、お伝えさせていただいております。はい、これがですね、まあ、車屋さんが仕入れる、全国でやってるオークション会場での取引価格をもとにですね、その車を当社で仕入れて販売した場合の総額の方ですね、をお伝えさせていただいております。まあ、なので販売時にかかってくる、まあ、税金関係だったり登録書費用、そういった費用をもろもろ含んだ、乗り出し価格ですね、総額でのお伝えとなりますので、ぜひですね、今 G クラス購入検討されている方はぜひ参考にしてみてください。はい、ではまず2021年式の、G400D マヌファクトゥーアエディションですね。はい、これがとんでもない金額なんですけれども、走行距離が6000キロで、色がプロフェッショナルブルーの、左ハンドルで、内装がグレーブラックですね。はい、これがですね、取引価格から、総額の方を計算してみますと、はい、約2260万円ということで、はい、とんでもない、金額ですね。とんでもないというか、まあ、100万円ぐらい、ね、高いなって思われたと思うんですけど、まあ、ちょっとこれにはですね、理由が実はあって、カスタムが結構されてた、プロフェッショナルブルーになります。まあ、電動サイドステップだったりとか、いろんなそういうカスタムが、結構されてるんで、まあ、その分で、この相場より、100万円ぐらい 高値でこう取引されたっていう感じですね。はい、電動サイドステップ、はい、え、知らないんですか？あ、初めて聞きました。はい、また後々説明しますね。はい、はい、まあ、なので通常のですね、この G400D マヌファクトゥーアエディションのこの距離がですね、まあ数千キロっていうものですと、大体今だとやっぱ相場の方で乗り出しで2150万円ぐらいのが、そのあたりが、相場かなというところなので、まあそう比べるとですね、100万円ぐらいの差が生まれたっていうところですね。はい、まあ、なのでね、まあ、相場自体は特に、400D マヌファクトゥーアエディションに関してはですね、上がってもなく下がってもないという状態が、まあ、ずっと続いていますね。はい、で続いてですね、2021年式のですね、 G400D 通常グレードの方ですね、これも見ていきます。まず走行距離が90キロで、色がカバンサイトブルーですね、珍しい色ですね、の右ハンドルで3点オプションがついたもので、こちらも総額の方を計算してみますと約1940万円ですね。はい、まあ、白黒と比べるとだいたい30から50万円ぐらい少し安めの、取引金額だったかなというところですね。はい、となってます。はい、で続いて同じく G400D、走行距離が3000キロで、色がオブシディアンブラックの右ハンドルの3点オプションがついたもので、こちらも総額の方出してみますと約1940万円ですね。はい、まあ、なので白黒の走行距離が、まあ、この100キロ以下のものですと、まあ、大体2000万円ぐらいっていうところが目安になりますので、先ほどのね、カバンサイトブルーっていうのが大体、まあ、30から50ぐらい、白黒と比べて、まあ、今回は低めの取引金額だったっていうところですね。はい、で、まあ、逆に今 G400D の方ですね、この100キロぐらいのものだと2000万円ぐらいで、この3000キロ、まあ、ちょっとね、乗られ走った数千キロのものだと1940万円ぐらいなので、まあ、大体ちょっと乗ると50万円ぐらい、少しお値打ちに購入はできるというところですね。はい、まあ、このあたりも参考にしてもらえるといいのかなと思います。はい、はい、で続いてですね、2021年式の G350D ですね。はい、通常グレードです。はい、
で、距離が走行距離、7000キロです。で、色がポーラーホワイトの3点オプションついたもので、こちらが総額の方がですね、約1830万円という感じですね。はい。まあ、前にもお伝えしたんですけど、だいたい G400D と G350D、100万円ぐらいのこう差が、で、販売価格の値段がついてる傾向にありますんで、まあ、そういったところもですね、ちょっと、参考にしてもらえるといいかなと思います。はい。で、続いて2020年式ですね。はい。まず G400D マヌファクトゥアエディションですね。はい。走行距離が6000キロで、色がダイヤモンドホワイトで、左ハンドルの内装グレーブラックですね。はい。こちらもですね、総額の方計算してみますと、約2120万円ですね。はい。となっております。はい。で、続いて、2020年式の、G350D ですね。走行距離が9000キロで、オブシディアンブラックの3点オプションついたもので、乗り出しの総額の方でですね、約1750万円となってます。はい。で、続いて2019年式の、まず G350D ですね。はい。走行距離が7000キロのオブシディアンブラックの3点オプションついたもので、こちらもですね、総額の方計算してみると、約1750万円。はい。となってます。はい。で、続いて2019年式 G550 が1台あります。走行距離4万5000キロで、色がヒアシンスレッド、赤色ですね。はい。こちらも総額の方計算してみますと、約1450万円ですね。はい、となってます。G550 に関しては、これがもし色が白黒だった場合、だいたい総額で1550万円ぐらいが目安になると思うので、色の違いでだいたい100万円ぐらいこう安く、低く取引されたっていう感じですね。はい。で、続いてですね、G63AMG の方ですね。こちらもちょっと見ていきたいと思います。はい。まず2020年式の、ストロンガーザンタイムエディション限定車です。走行距離が2万2000キロで、色がマグノナイトブラックの左ハンドルですね。こちら総額の方が約2440万円となってます。はい。で、続いて2019年式の、レザーエクスクルーシブのもので、まず走行距離が1万キロで、色がダイヤモンドホワイトの右ハンドルですね。G63 限定車の方は左のみです。で、通常グレードの方は右と左ありますので、まあ、ちょっとそこも、一応お伝えします。はい。で、右ハンドルの、もので、こちら総額の方がですね、約2310万円となってます。はい。で、続いて2019年式のレザーエクスクルーシブで、走行距離が1万4000キロの、色がオブシディアンブラックの左ハンドルで、総額の方が約2280万円。はい。で、続いてですね、走行距離が、2019年式のレザーエクスクルーシブで、走行が4万1000キロで、色がポーラーホワイトの右ハンドル。はい。総額の方が約2140万円。はい。となっています。で、2019年式もう1台、レザーエクスクルーシブで、走行距離4万4000キロで、色がダイヤモンドホワイトの左ハンドルですね。はい、こちらはちょっと安めで、総額が約2010万円となってます。はい。で、最後ですね、2018年式、も見ていきます。まず限定車のエディション1ですね。はい。こちら走行距離2万5000キロの色がダイヤモンドホワイトの左ハンドルですね。総額で約2300万円となってます。はい。で、2018年式のレザーエクスクルーシブ、走行距離が2万4000キロのオブシディアンブラックで左ハンドルの、総額の方が約2100万円という、はい、そんな結果というか、取引があったという感じですね。まずですね、まあ、全体的に見て、まあ、350D、400D、まあ、550はちょっと台数がすごい少ないんで、あれなんですけど、あと63。ですね、このあたりトータルで見て相場のまあ上がり下がりは、まあ、昨年末から比べると、今のところまだない状態ですね、まあ、定価が上がってはいる、
今年から定価が上がったんですけど、まだその影響は出ていないという感じがしております。はい。であとですね、まあ、もう一つちょっと付け加えて言うとすると、結構 400D のマヌファクトアエディションの出てくる台数が結構落ち着いたなっていう、そんな感覚がちょっとありますね。まあ本当あの、2020年の早い方で11月からこう納車がスタートしてきたんですけど、ここに来てまあちょっとね、一通りこう売却をされる方がまあ一通り売却済んでっていう状態なのかなという気がしております。結構ね、前までは、1週間で5台6台7台とか多いとそれぐらい出てたんですけど、結構ね台数が減ってきたなっていう感覚がありますね。はい。でまあやっぱりね、日数が経ってきてるんで、まあ距離もやっぱ何千キロっていうものがやっぱ多いなというね、何百キロっていうのはなかなかもうなくなってきたなっていう感じがしております。はい。今日はですね、新型 G クラス最新相場情報の方ですね、お送りさせていただきました。はい。この今日の動画がですね、参考になったなってもし思っていただけたら、ぜひですね、グッドボタン、お願いします。でまだですね、チャンネル登録、されていない方はよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。ということで、今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。